なんか言うてくれ、なんか言うてくれな。いや、止めんでよかったんじゃん。止めんでよかった、止めんでいいよ、もう全然。これ流してこい、やっぱ夏祭り感じようよ。夏祭り感じよう。なんだこれ、いいよもう夏祭りね。いやもうすごい、やっぱもう夏祭りやん今。夏祭りでしたよ、夏やん今日は。そう、今日はね、やっぱあの iPhone 店の夏祭りイベントということで、僕たちはやっぱこれですよ、うん、浴衣ですよ。どうですか、浴衣似合ってません？似合ってる誰か言ってほしいよ、ね、誰か言ってほしいよね。まあ今日はこんな感じで、あの今日はね、ちょっとあの、はい、僕たちあの、うん、イケメン2人が進行していくんですけど、ね、まあみんな寂しがらないで、ダイヤとフミヤがいれば十分やんな。そうよ、 iPhone で、そうよ、 iPhone10 じゃない、 iPhone10 ですらね、そうやんな、そう俺らで回していこう、これ俺らで回ってるみたいなことあるかし、よし、じゃあそんな感じで今日も始めましょうかね。はい、行、はい、きましょう。よし、それではそんなぐらいなんて意味の I love はい。お告げのコーナーです。行きましょう、説明しよう。おこのコーナーは、はい、メインパーソナリティ神ダイヤの独占企画であり、毎回神がかった至って日常的なエピソードを平民のチミたちにお告げするありがたいコーナーなのだ。だなお、まだ神に慣れてから日が浅いため、視聴者諸君には容赦のない手厳しい鉄槌コメントで神と戦ってほしい、いわば神ダイヤのシミュレーション型育成ゲームともいい。ということで、神々のお告げプラス、はい、神の意志を告げるもの。お、あ、もうちょっとアップでもらっていい？そうそう、アップでもうちょっとアップで欲しいですね。アップいけねえかな。はい、来た。これぐらいがいいよね、やっぱね。今日これでいこう。どう？じゃあ今日はね、やっぱそう、うん、最初にね、すごいね、お客様。お、うん、リスナーっていうの？うん、リスナーがね、甲子園の話を今日ちょうどしようと思ってたのね。やっぱりこう、今日終わっちゃったけどね。むしろ予言をされてるんじゃない？間違い、あれ、おかしいな。うん、え、神々の予言？うん、違う違う、神々の予言。いや、甲子園、あの今日までずっと見てきたんですけど、僕、はいはい、やっぱすごいもう感動的な、僕も甲子園球児、じゃあ甲子園球児何や、高校球児やったんで、ね、そう、今日のね、まあ、優勝はあの、うん、埼玉県勢、はい、初めての優勝、はい、優勝、うん、花咲徳栄、俺分かんないから、うん、そう原坂じいさんがね、はい、優勝したのね。でもすごい試合やった。その広陵の、ね、対戦相手の広陵の人もやっぱりいい試合でした。あの中村翔成君、うん、新記録を叩き出して、何の新記録、なんとあの何十年ぶりかに、うん、新記録、何の新記録、本塁打、あ、そう、甲子園本塁打をね6本っていうね、すごいじゃないですか、すごい記録を叩き出して、すごいもう感動したよ。野球知らない僕でもすごいなって、すごいよ。中村くんは特上で、もあの子プロ行くからね、これからも応援、うん、応援したいよね、はい、予言の方をお願いします。だから、そう、だからね何が言いたいかというと、何が言いたいかというと、特にないんやけど、ないんですか長々と、やっぱあの何事にもあのやっぱ高校球児って9回今回の試合って、うん、いろんなね全部の試合ひっくるめて、うん、あの9回裏で逆転サヨナラっていう試合結構多かったの、うん、おー、なるほど。ということはみんなその球児たちって最後の最後まで諦めへん、うん、諦めへんからこそ、諦めない心、ああやって逆転して勝利に導ける、なるほど。ってことで、もうね、僕もあと1週間しかないやん、今月。そうです、あ、まだ、そうですね、そうまだあのなんか、まだなんかあの、なんやろな、まあ、点差で言ったら、うん、もう10対0ぐらいで負けてる今俺の、あ、そうなんですか、うん、売り上げで言ったら、はいはいはい、みんなね、あのすごいいっぱいね、あのお祝いしてもらったんやけど、ね、まあ、10対0ぐらいで負けてる今気分よ。まあね、でも俺最後まで諦めないから、諦めない、うん、誕生日ですね、そう、8月30日まで僕は諦めず、9回裏ツーアウト逆転満塁ホームラン打つために頑張るので、うん、皆さんも、はい、何事にも最後まで諦めず頑張っていきましょう。以上、長かったね、ありがとうございました今日な、尺引っ張っていかなさ、
尺が余るかなと思って。いやほら最後のあのメインイベントがお前あれやらなあかんな。そうだ、あれ大事やからな。次何か、そんな感じでね、今日は次はあれでしょう。次あれですよ、行きましょうよ。 iPhone 店紹介行きましょう。今日は僕が読むよ。 VTR お願いします。行くよ、 iPhone 店紹介。はい、世界最大級のホスト数を誇る iPhone 店では、あなたのご来店を心よりお待ちしております。いらっしゃいませ。きらびやかな店内、歌舞伎町唯一の生バンドで社交ダンスをできるのはこの iPhone 店だけ。ここだけやで20代から50代、新人からベテランホストまでいるのも iPhone 店の強みで、必ずあなたを満足させるスーパーエンターテイメントを取り入れて。わー、スーパーエンターテイメントそして iPhone 店はメディアにも特化しており、豪華アーティストとタイアップ、俺もいるぞ、各種メディア出演依頼は後を絶たず、名実とともにホスト界をリードするお店です。はい、さまざまな面で活躍するこの iPhone 店をぜひ皆様よろしくお願いいたします。初回料金は2時間5000円お強気。オリタレン様につきハウスボトル1本、ブランデーは焼酎に割り物飲み放題となっております。飲み放題、割り物がね。おそして、ね、ただいま、こちら iPhone 店公式放送 I love 愛をご覧になっています。皆様にスペシャルな割引がございます。スペシャルスペシャル。通常2時間5000円ところ、来店時に I love 愛と愛を見たと言っていただけると、なんと4000円でご案内。よいしょ。そしてそして iPhone 店特製グッズのプレゼント、iPhone 店のホストになりたいあなたに向けた新規求人も随時受け止まっております。はい、iPhone 店という圧倒的なブランディングを生かしたステージでぜひ一緒に夢を叶えてみませんか。お前を待ってるぞ。お問い合わせはダイヤに直接連絡 LINE も OK、 または下のリンクの求人番号に連絡ということで、皆さん関心のある方も関心のない方もぜひ足を運んでくださいね。待ってるぞ、泣くても来いよということでね。ほら、うわ来た、ほらちょうどいい感じでしたね。ビンゴビンゴ、この尺すげえ、尺さすがです。もう尺、誰か尺れよ言うてない OKOK、 尺れてるね。ほんまな、もうそんな感じでね、うん、あの今日こうやってさっきも言ったけどね、あのちょっとさっき のお店のちょっとイベントがね、イベント本日あるんですよ。そう、今日なんですよね。そう、今日はね、今日からあのなんやろ、初回の方が入れないから、そんな宣伝せんでええよって言われてんけど、そうなんですよ。やっぱあの来てくれない人のためにもね。そうだよ、だから俺らがせめてこう浴衣で出てね。こんなあの一応写真があるんですよ。はい、どうぞ。これこれ、わっしょい夏祭り、わっしょい夏祭りってなんやねんっていうね、あのすごいかき氷とかね、今回あの射的大会があんのよ。そうよ、あのフロアで射的するよ。射的興奮するね、バスンっつってね。絶対楽しい。俺がイベント企画してないけど、それはバスバス、いろんなあのフードもあって、そう、ね、やっぱりね、今日ならではのフードがありますから。そうそうそう、うん、またみんなね、あの来年もね、もしあれば行くよ来るよ、行くよ来るよ、やめとけどうやさ言われた。 iPhone さん、じゃあ次の写真いいですか。はい、これありましたね。はい、バースデーでちょっとオリシャン作らせていただいたんですけど、楽しかったね。これ俺のね、頑張って考えて作らせてもらったオリシャンです。頑張って考えたんだ。そう、頑張って考えた。頑張って考えました。やっぱあの今年はみんなに感謝の気持ちを込めて作ろうと思ったんで、あの全部 あのボトルに感謝って入れてんの、言葉に。感謝の気持ちを込めてここでコールはすなそう、あの写真の下に感謝って入ってるの分かるかな、うん、でこの ねこの一番前にあるやつは、うん、まあ、あなたに出会えてすごい嬉しいよ、ありがとうねって、うん、あなたに出会えたことに感謝っていう紙を込めて作りました。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、はい、これあー行ってきたね。そう、行ってきたね、うん、なんかね、今日レオンくんがね、レオンがいないけどね、もう今日はもうありがとう、俺らの誕生日を、そう、お祝い、まあ、まとめてお祝いしてくれようとしたんですけども、焼肉連れて行ってもらいました、レオンくんに、はい、連れて行ってもらいました。ほんでね、なんぼや言うてね、うん、最後にじゃあニアピン当てたら1000円あげますよ言われてね。そう見事だったね。俺500円差やったもん。すごいよなあれな。じゃあ500円差じゃないよ、80円差や。80円差すごい、ふみやで1000円もらってたね。1000円いただきました。はい、そんな感じで、あのじゃあこれ OK です。
まあね、こんな感じで3人とも祝ってもらえたんやけど、今日レオンが怒ってくれたのにレオン映ってないでしょ、うん、あいつ待ってたの。そう、あいつ怒ってくれる人を待ってました。そうそうなの、そうなの、うん、俺は先にいっぱい注文したってね。そうなの、あいつビビってんのよ、お金下ろしに行ってたもんね。そう、下ろしに。なんで、むしろそれで怒れると思ってたんだ。なあ。お前、何もない時に俺に怒らせやがってな、ね、ほんまにって思ってね、もうそんな感じで次行こうかな。次行く、次やっちゃう、やっちゃおうか。みんなのお待ちかね、みんな大好きだね。ね、そらそうよ、あの企画ですよ、海屋の予言でしょ。デデーン、デデーン、なんか久しぶりに感じる海屋の予言、イエーイ。ということでね、今日もね、12位まで、そうやね、1位から12位まで、まあ4位からね、発表していきたいと思います。おー、じゃあ行こう。バンババン、ダーン、第4位、ドルルルルルヤギ座のあなた、第5位、ドルルッドン、双子座のあなた、イエーイ、第6位、ドルルッドン、一座のあなた、第7位、ドルルッドン、魚座のあなた、第8位、ドルルッドン、サソリ座のあなた、第9位、ドルルッドン、おひつじ座のあなた、第10位、ドルルッドン、獅子座の俺だ、第11位、ドルルッドン、天秤座の塔は、天秤座の塔はということで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ次はね、もうお待ちかね、第3位の コメントがあるよ。コメントがありますか。はい、うん、塔は知らねえ。知らん。塔は知らねえ。あいつはなんでこれが知らん。塔はもうレオも知らねえ。じゃあ3位行こうぜ。はい、行きましょう。はい、じゃあ第3位は、ドルルルルダン、カニ座のあなたということで、軽率な行動は控えて、はーい、思わず魔が差して浮気に走りやすい。ダメじゃん、あかん、パートナー以外の異性と二人きりにならないこと。あー、あかんよ。あー、いいことやね。でも逆にな、まあね、そうやね、うう、一途に一途に行こうねっていう、うん、そういうこと、そういうこと、しっかり気を引き締めて、もっと自分を 大切にしてください。はーい、うん、気をつけてください。本当に浮気はダメよ、浮気ダメ。それでは第2位いきますか。いきましょう。それでは第2位、ドゥルルルルルダン、おうし座のあなたということで、多くを語らず、おミステリアス、おお、多くを語らずミステリアス、多くを語らずにね、あんま喋らん方がいいってことかな。喋んなってこと。喋らず黙って俺についてこいってことかな。黙っていけ。なるほどなるほど。ミステリアスなムードで人気急上昇、おお、喋りすぎにはくれぐれも気をつけて、うーん、ということですね。じゃあ1位、なるほど、第1位いきますか。1位じゃあ今週の第1位、はい、まだ出てない人、いい、ね、はい、期待してね。まあ、出てない人いるよ。うん、それでは第1位、ドゥルルルルバーン、乙女座のあなた、イエーイ、乙女座の人おめでとうございます。おめでとうございます。初めての場所に出会いあり、おお、これはね、 iPhone 10に初めて来たらいいんちゃうかっていうことでね。そういうことですね。あ、じゃあ出会いいっぱいあります。そらそうよ、40人ぐらいとね。うん、最近増えたから、まあね、もうちょっと50人ぐらい、50人ぐらいかな、やっとやっと来たよ。行動範囲を広げることが大事、はい、おお、これまで行ったことのない場所で心ときめく出会いがありそうです。ああ、いいね、いいね、すごいいいやん。夏ですね。めちゃめちゃ1位やな。出会いの夏です。あの、やったーって言われた9月10日の人、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ次、どん底落とそうか。どん底ね、どん底に落とそう。君だよ。じゃあ今週のどん底はお前だよ。ドルル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 高根の花といい感じに、いいの。いい感じなんや。いい感じ。ああ、ええやん、うん、そうそう、これほら総合運と恋愛運の、ああ、そうか、そうか、一緒のやつ、そういうことね、そういうこと、これの恋愛運の方やから、うんうん、ああ、恋愛運はいいってことやん。じゃあそう、だから総合運がやべえ。ああ、そういうこと、逆に言っちゃう、ね、恋愛はいいけど総合はダメなんやって。そう、ダメ。まあやん、まあ多くの人に慕われる、うん、おお、人気者と縁があります。おお、すごいやん、うん、あ、人気者と縁がやね、もう、そうそう、もう本当に俺らみたいなやつやな。そうそう、俺らみたいな、おうおう、じゃあとても手が届きませんみたいな人とちょっといい感じ。すげえやん、うん、俺やん、俺かもしれない。高嶺の花と敬遠しないで自分からアタックしてみること。ああね、初心者はちょっとあれやね、アタックしにくいかもしれへんけど、はい、君はじめまして、イエーイ言うて。なんでこう、誰だ、ふみや君は。まあ、そういう感じで、あの、はい、当たっていきましょうねってことで、当たっていこう、当たっ全然大丈夫。そう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 、うん、俺もそれは何でもチャレンジやと思うの。これ例えばね、あの中学生とか見てたら、うんうんうん、生徒会長に行ってもいいと思うの。あ、そういうことか。言ってしまえば、
だ応援団長と言ってもいいと思うわけ。ああもう上の人にそう行っちゃえと行っちゃえ、部活の部長でもいい。あなるほどね、うん、憧れのあの人にアタックしてください。オーケーオーケー、じゃあアタックしていきましょうね、水亀さんの人は。はい、じゃあそんな感じで CM 行きましょうか。行きましょう。それでは CM まで3322119。感じようってことなんで、皆様やっぱりこれでしょう、怖い話をします。イエーイ、こんなテンションで宴会って感じまあお盆なんでね、お盆、いやもうお盆やからもう、うん、ねちょっと心霊、うん、心霊チックなね怪談話をちょっと進めてやろうかなと思ってるんやけど、どう思いますか皆さん。そうやっぱたまにはね、うん、いつもみんな楽しいことしてるけど、そうだよ、やっぱ夏やから、夏ですから、やっぱあのおばけさんにもね、だって君たち肝試しとか行ってないでしょ。一番嫌いやん。これ本当ダメ。絶対行けへんやん。いやこの間 VR でも全然行けへんかったやつやん。本当ダメでした。いやでもじゃあ一人一話ずつちょっと喋らせてもらうんで、あの、うん、よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。では皆さんお聞きください。では僕が、では僕から話すんで、まあ約3分ぐらい。もっとボソボソ話した方がいいよ。これはとある猛暑で起きた本当にあったちょっと怖い話です。俺相づちとか歌んとくな。相づちとかいらんやろ。歌んとくな。ねまあこれは僕がね新宿に引っ越ししてきてちょっと間もない時で、まだあの家にベッドもない時やったのね。でベッドもない時で、あの本怖じゃないんやけど、その本当にあったその心霊映像みたいなやつを家でテレビ見てたのね。あ見てたの、ね、そう見てたの一人で。相づち言っちゃった俺。そう見てて、そしてその次のもう夏やんか、夏やから別に窓も開けてないしクーラーをかけとったの。クーラーかけとってんけど、その寝てあの昼間ぐらいにすごい上でなんかカーテンがわさ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 ってなってんの。わさ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 、え風吹いてるかなと思ってたんやけど、いや俺もうちょっと勇気出してカーテンをサンって開けたの。サン、ほんで回線やったし窓も開いてないし、もう怖い雰囲気ゼロや。そう言っちゃうね。なんでと思って、でそのね俺が見たその心霊映像が、うん、たまたまその放送であったのが、うん、とある猛暑の12階の部屋の、うん、ベランダに女の人が立ってて、その人がだんだん近づいてきて男性がトイレに逃げ込むっていう映像でバーン切れたやつやって、うん、俺それ多分頭に残ってたと思う。あーなるほどね。それの後で、うん、窓そのベランダのところのカーテンがわさわさわさーなったから、わさわさやもんね。何かな思うやん。結構激しくめちゃめちゃもう嵐かなって思ったぐらい。へで窓もバンバン鳴ってんねんで。怖いね。それで目覚めて、うん、起きてたんよ。それでバーンってチャーンって勇気出してるな返せやったから、なんやねんこれ思って、それで閉じた。で出た。終わり。終わり。マジかよ。いやわさわさ、わさわさは怖ない。いやわさわさは怖いけど、俺だからもうそっから一人であのちょっと本コアとか見るのやめたもう見られへん。あそう
人でなら見れる、うん、あなたとなら見れる。そう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 、なるほどなるほど、あなたと見る、わあそういう持ってき方やそう上手だね、 やろありがとうじゃあ次どうぞいいよ、あなるほど、さっきは何か映ってる、あのオブジェじゃねオブジェじゃねいいよ行きましょう、はいでは次、うん、2人とも気づいてない、ああ本当に俺そういうの怖いから俺でも怖い話はね、あの笑って見れる、俺結構これあのね高校生ぐらいかなの時だったんですよ、聞こえてる大丈夫、音量大丈夫、これ音楽直すよね、これああこれ1分ぐらいだからさ、これ高校ぐらいの時だったんですけど、まあ、知り合いから聞いた話なんですけど、これなんかマラソン大会みたいなのあるじゃないですか、駅伝じゃないけど、あるよ、でもリレー形式じゃなくて1人がすごい走り切るみたいな、駅伝じゃないけどそういう感じのやつがあって、うん、まあすごいいっぱい参加者がいたわけですよ、うん、でもう何こうゴールの前とか人だかりがすごいの、でこれ、ね、ちょっと体悪い子が俺体良くしたいから体力つけたいから走る、すごい、な何キロやったか忘れたけど結構な距離やってる、もうこれは俺頑張って走りますからって言って走ったわけで、やっぱしんどくてもうすごいヘトヘトになりながら、もうでもみんなこうテレビとかも中継してるからさ、こうみんなもうすごい感動よ、うわあの子すごいまだ頑張ってるまだ頑張ってるみたいな、でもうちょっとでゴールみたいな、そのもうゴールのあっちから何何何やめてやめて、そういう最後の音、あっちからこう来るやん、うん、そのヨボヨボのヨボヨボじゃないけどヨタヨタして来るじゃないですか、来るね、うわっつって、うわもうこんなんですよ、おうおうやばい、走り方やばい、やばい、やばい、疲れ切ってる、これ死ぬんちゃうかぐらいの感じで、うわー応援ね、応援ね、応援、応援、みんな拍手、うわー頑張れーっつで、こう走り切ったわけで、もうその子ね数日後に死んじゃった、いいもう体力を使い果たしたのかもしれないんですけど、やばいね、死んでしまって、やば、ああ死んじゃったな、もうなんかみんな悲しいよね、で友達がまあその時いっぱい写真撮った、うん、で写真整理してるやん、いやこの時本当感動したよなと思って見てたら、その写真に、その写真みんな拍手してるじゃん、でもその瞬間だけやめってキリンやめてほしいよな、今のちょっと最初か、今のなんかこうそのタイミング、その写真の1枚だけ全員顔捨てて目つぶって全員こうやってた、やばやば、そんなことある、やばいやんそれ、はいあれです、あのさ、チリリンテッテッテンのおかげであんまり怖かった、いやいやすごいもうすごい今わけわさん半端ないもん、わけわさん半端ない、いやもうこんな感じでね、あの怖い話進めていきましたけども、もうやめような、もう怖い話やめような、いや後ろになんかすごい映ってたの、うん、俺もちょっと見えたもん俺も見たよ、絶対ね、これ編集の悪ふざけですやってんなやってんなそんな感じでね、じゃあもう最後告知していこうかなと思ってます、そう、もうそんな時間、はい、そうなんです、はい、じゃあ一旦写真あるなら写真をいいですか、ない、あるあるディスコ、ディスコの写真かな、ちょっと待ちます、あ、待ちます、あ、じゃあ俺まだバースデーが残ってるんで、そうそうそう、バースデーのやつと、そう、今月バースデーあと一人の残ってます、はい、ひろしさん、ひろしさんが8月30日から、もうね、よく締め日やね、お世話になってますよ、締め日にね、ほんまやね、うん、俺もお世話になってるよ、うん、いい人、すごい人、ほんといい人ね、ちゃんと、ちらっとね、お祝いしに来てあげてほしい、ね、でも8月はまだまだあれなんで、みんなお祝いに来てください、そして続きまして9月2日のイベント、ででん、はい、本店、はい、本店、一夜限りのディスコで皆さん盛り上がりましょうっていうことで、多分今回はね、うん、誰でも来れんの、そんなことないから、いや、新規の人だけ、新規だけですね、そうなんやな、
まあ、こんな感じでまだまだチケット残ってるんで、皆さん、ぜひ来てください。はい、そんな高くないよね。だってさ、スーパービップでもさ、うん、5万でシャンパンタワーを体験できるってすごい。5万でシャンパンタワーよ、やばいよな。どういうこと？俺の喉は5万かってことやな。本当ですよなあ、お前で。でもあの、じゃあ普通のビップ席でもね、なシャンパンを下ろしてくれたら、あの、みんなでシャンパンコールするっていう、そうそうそう、あれなんで、皆さんちゃめなやつ、ぜひあの、iPhone 店に興味がある方、そしてディスコが懐かしいな、楽しそうだなって思ってくれてる方、そうそうそう、ぜひ来てほしいです。もうディスコに、ディスコ世代です、はい、私は。そうだね、っていう人が来てくれると、ね、もうやっぱりこう、うん、ディスコ楽しいから。そうやね、うん、もうすごいあのフロアでね、みんなめっちゃもうみんな踊る、まあ、昔のなんか踊りみたいなしてね、うん、すごい楽しそうやもんね。そうだから、ああいう人がいっぱい来てくれると、うん、イベント盛り上がるよね。そう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 、うん、でベイビーさんとね、うん、名前やね、うん、そう、シュイチさんね、シュイチさん、はい、シュイチさんが来てくれるんで、ぜひ皆さん楽しみにしてください。よろしくお願いします。なんで、ね、まあ、これは10月の話なんですけど、はい、10月15日に、うん、多分お昼前やと思うんですけど、うん、iPhone 店の社交ダンス、社交ダンスイベントがあります、うん、まあ多分メインは僕とか、まあ、山本さんとかゆうやさんが踊って、まあまあ前もあったんやけどね、来た、僕いましたね、うん、結構あのいろんなその社交ダンス の, あの教室の人たちがバッて来てくれて、そうみんなで踊りますっていう感じで、ね、あ、なんか楽しいイベントで、この間また今度あの動画持ってくるんで、ぜひ見てほしいですね。僕が頑張って先生と踊ってるやつね。君それ見せたいだけでしょ。めっちゃ見たい。もう俺の頑張りをちょっと見ようみたいな。まあまあそうだね。でもこうやって iPhone 店でも社交ダンス踊れるし、みんなはね踊ってほしいよね。覚えてほしいと思う。覚えてほしいよ俺は、うん、俺教えれるし、うん、ぜひ来てください皆さん。はい、ぜひ。だからもうあと1分前ですとか来てるんですけど、ほらいい感じの尺やね今日ね。あ、すごい上手やね。ではiPhone X でもね、あの僕1年間寝てたけど、うん、怖いよ夜の iPhone X は怖いよ。僕も一時期だけ寝てたんですよ。やろ、ほんと怖い怖いよ、鏡だらけやから怖すぎんねんな、うん、まあ、とは何してんねんほんまに。そうだそうだ、来週はみんなで3回や、3回ぞ。来週は4時で寝るからね。そんなグルダン TV の I love、はい、はい、ありがとう、またね。